少年の頃に抱いた海への憧れ、長い時を経て夢に見たクルージングに出る。見知らぬ街の素敵な出会いに心は躍る。極上のクルーズ機構。イギリスの豪華客船サガサファイアで巡る北欧バルト海クルーズ。古き良きブリティッシュスタイルのサービスを継承しています。ゲストは45歳以上に年齢制限されたおしゃれでエレガントな大人たち。舞を奏でられる美しい旋律が古き良きイギリスの船旅を盛り上げます。北欧バルト海の知られざる街を歩き、美しい風景に心和ませる。大人だけに許された音楽と芸術の船旅です。この番組はトヨタ、パナソニックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。アジアの歌姫テレサ・テン、祖国を離れ何を思い日本で歌い続けたのか。よみがえる歌姫テレサ・テン、日本を愛した歌と心、金曜夜7時。 BS TBS Let's the creative。男は旅の中で成長する。父と子は男旅しよう。ボクシーきらめき3デビュー。手の中から新しい暮らしが始まります。パナソニックスマート。毎日の献立を考えるのは大変。これからはスマホで300種類以上のレシピから検索できるから、毎日の献立にも迷わない。検索したレシピからお買い物リストを作ってメールも簡単送信。お買い物をお願いすることもできます。調理設定もタッチで簡単。しかも電気代もタッチで確認できます。レンジの賢い使い方や万が一エラー表示が出た時もその場で教えてくれます。毎日のお料理がもっと楽しくなる。スマート家電始まる。パナソニックスマート。パナソニック Ideas for Life。 イギリスの豪華客船サガサファイアで巡る北欧バルト海クルーズ。イギリスのドーバー港を出港し、7カ国を16日間で旅します。今週はドーバーからスウェーデンのヨーテボリ、デンマークのカロンボーを経てドイツのヴァルネミュンデまでのクルーズをご紹介します。海峡を挟んで32キロ先はフランス。ここはヨーロッパ大陸に一番近いドーバー港。イギリスを代表する豪華客船サガサファイアがやってきました。ここでゲストを乗せ夕方5時に出港します。サガクルーズは伝統的なブリティッシュスタイルで知られていますが、その特徴は後ほどじっくりご紹介しましょう。港の背後に広がる白い断崖、ホワイトクリフと呼ばれ、ドーバーを象徴する景観になっています。高さ100メートル、長さは16キロ。
断崖の下に群生しているこの植物はセリ科のサムファイア。ここでは酢漬けにして食べるそうです。ホワイトクリフは有名な戯曲にも登場します。その作者はウィリアム・シェイクスピア。1600年の初めに発表したリア王にはこんなセリフが出てきます。そこには断崖がある。高々と突き出た頂は深い海峡にそそり立ち、見下ろす者に恐怖の念をそそらずには置かぬと。その断崖の上に築かれたドーバー城。ここはローマ時代からの要衝で、外敵の侵入を防ぐために古くから要塞が築かれました。ドーバー城は難攻不落を誇り、第二次世界大戦ではドイツとの戦いにも使われました。人々の心の拠り所でもあるドーバー城。城を望むアパートの庭では季節の花が。ガーデニングが街に彩りを与えています。ドーバー港はフランスへのフェリーをはじめ、客船や貨物船が頻繁に出入りするイギリスを代表する港。サガサファイアの総トン数は3万7千トン余り、乗客定員706人の中型船です。どっしりとした構えのクルーズターミナル。かつては鉄道の駅でした。伝統的なクルーズで知られるサガサファイアにお似合いの風格ある建物です。出港まで3時間余り、ゲストが集まってきました。サガサファイアではロンドンのヒースロー空港や市内のホテルからこのターミナルまで無料で送迎を行っています。このクルーズのコンセプトは成熟した大人の船旅。ゆったりと落ち着いたサービスを味わってもらうため、ゲストは45歳以上という年齢制限を設けています。手続きを済ませた後は2階のラウンジで搭乗アナウンスを待ちます。出港まで2時間、乗船が始まりました。船内でゲストを迎えるのは3つのフロアを貫くオブジェ。フィッシュボールをイメージし、数千枚の金属でできています。オブジェの一番上は利用頻度の高いレセプションフロア、目印になっているんですね。午後5時、定刻通りドーバー港を出港します。天気が崩れ、小雨に煙るホワイトクリフを眺めての旅立ちになりました。サガサファイアはスウェーデンのヨーテボリを目指し、ドーバー海峡を北上していきます。このクルーズを選んだ理由をゲストに伺いました。
Once you get on ship, you unpack. And that's it. You're not sort of unpacking every 2 days and moving on to the next hotel. Also, it's a friendly, a lovely friendly atmosphere, so you get to know people very well. And we just like the cruising anyway. It's a floating hotel. Yes. The positive to cruising is that basically you're looked after. You don't have to really do anything. It is all organised for you. You either participate in an organised event or you can do what you like personally. So you have no worries. それでは船内を見ていきましょう。ゲスト用のキャビンは4番デッキから10番デッキまで。それぞれのフロアには音楽や旅をテーマにした絵が飾られています。このキャビンは最も多いタイプのスタンダードツイン。シックで落ち着いたインテリア。使いやすくするため全体を機能的にまとめています。こちらはスタンダードダブル。そしてこちらはロイヤルスイート。上品な配色で落ち着いた雰囲気。これならくつろげますね。最後はシングル。この船には60ものシングルキャビンが設けられています。キャビンは全部で382ですから、その多さは大きな特徴です。シングルキャビンが多い理由をホテルディレクターは、 We have a lot of single travelers and offering a single room. It's and they're pretty spacious and comfortable on that ship. I would say on any saga ships. So offering a single room.It helps a lot for single travelers. So in that respect, it's also very comfortable and important for our guests to travel alone or meet friends on board. ドーバーからスウェーデンのヨーテボリまで900キロ余り。クルーズ2日目は終日クルージングです。今日は古き良き時代のクルージングをたっぷりご紹介しましょう。まずはこれ、モーニングティーサービス。クルーズ初日に時間を指定すると、毎日紅茶が部屋に運ばれてきます。スイートルームではバトラーがサーブしてくれます。目覚まし代わりに頼むのも優雅な船旅ならでは。一日の始まりは紅茶から。イギリス人のこだわりです。朝食は4つあるレストランの中からメインの2つで取ります。レストランの1つ、ベランダでは10種類を超えるフルーツがテーブルを飾ります。メインはポーチドエッグとベーコン。それにマッシュルームプディングのプレートと、ホットケーキの2種類のプレートからチョイス。
イギリスの伝統的なメニューを取り入れているんですね。終日クルージングの朝はオープンデッキで楽しむゲストも。ゆっくりと時間をかけていただきます。朝食後はそれぞれ思い思いの時間を自由に過ごします。ここは静かに読書ができるドローイングルーム。照明スタンドは音楽と旅をイメージして作られています。旅にカメラは必需品ですね。1日7回はお茶をすると言われるイギリス人。10時のティータイムにはドローイングルームにもケーキとフルーツが用意されます。3度の食事とティータイム、これはちょっとカロリー取りすぎではと少し心配になりますが、それでも皆さんティーのおかげでくつろいでいますね。伝統的なブリティッシュスタイルのサガクルーズ、キャプテンのフィリップ・レンテルさんはクイーン・エリザベス2の一等航海士を務めたこともあるベテラン船長です。この船のモットーをお聞きしました。 I think in many ways our company is different from the big players where there are thousands of passengers on one ship. We are more perhaps intimateOur passengers come back to us regularly, and because in the main they're older passengers, they feel more comfortable, more secure, and also they almost feel as though we are part of the family, the big family of people who cruise with Saga. フレンドリーなサービスの一つがこの催し。シングルのゲストを一堂に集めてのランチです。クルーが取り持つ気の合う仲間作りといった感じでしょうか。もちろん席替えもあります。皆さん積極的ですね。このフレンドリーなサービスがリピーター率7割以上という結果を生んでいるんですね。この日はキャプテン主催のウェルカムパーティー。今回のクルーズではフォーマルパーティーが3回行われます。男性はタキシード、女性はロングドレス。このドレスコードは 100% 守られるそうです。さすがです。 Well, you know, I think that the British clientele is usually like to dress up, and also and mostly I would say it's a tradition of cruising, and in that respect they follow the dress code.それではパーティーで見かけた素敵なゲストをご紹介しましょう。こちらはイギリスの北西部湖水地方からやってきたビショップ・ロール夫妻。スコットランド人のロビン・デニーさんは伝統的な衣装でパーティーに臨みます。腰に巻いているのはキルトと呼ばれるもの。
この柄はレズリーというデニー家のもので、長さは8メートル近くあります。なんとソックスの中には護身用の黒いナイフが刺してあります。You have tanto, wakizashi, and kata. This is light tanto. When you are invited to a banquet or something, or a function, and they say black tie, that involves black tie, white shirt, and the proper suit. I don't have the proper suit, but this is my equivalent of the black tie, the Scottish.フォーマンナイトはクルーズの楽しみの一つですが、ここではゲスト同士心を一つにして楽しんでいる様子が伝わってきます。キャプテンのヘレン夫人もパーティーではホストとしてゲストをもてなします。Ladies and gentlemen, warm welcome to you all. How are you settling in? A bit lumpy today, wasn't it? Did you sleep well this afternoon? But it's gone now, just like that. Did I promise that? Sort of. Well, after tonight, I think it'll be, hopefully, flat calm for the rest of the voyage. Of course, we've got to come back to the North Sea again. But it's lovely to see you. Thank you for coming and joining us for this wonderful two-week cruise to the Baltic. ディナーの会場となるポール・トゥ・ポールは500人が一堂に会せるレストラン。ヨーロッパをアラブやアフリカ、中南米、アジアなどの地域が囲んでいるという作りになっています。日のディナーはひときわ華やかになります。メインは北海産のドーバーヒラメとホタテの網焼き。イギリス人が大好きな伝統料理。そしてもう一つ、カモのロースト。カモの肉汁にガーリックとオニオンを絡めたソースでいただきます。サガサファイアではメインの一皿は作りたてが運ばれてきます。美味しい料理はコミュニケーションの大切な要素。キャプテン夫妻のテーブルも盛り上がっていますね。ブリティッシュクルーズは日を追うごとに居心地が良くなっていきます。薬屋のヤギさんは日々新しい薬作りに励んでおりました。ある日のこと、私毎日飲むから薬代が。そこでヤギさん、経験を生かしもっと手に入りやすくなるよう研究を重ねました。ありがとう。こちらこそありがとう。新薬もジェネリック医薬品もあなたの笑顔のために、日本ケミファ。息を飲むほどの絶景に生涯何度巡り会えるでしょう。地球絶景機構、今回はドイツハンブルク。商人たちが築いた中世の町へ、遥かな時代の輝きが大自然の中に残されていました。
お楽しみに。 BSTBS 一つのならぬ年商3億、行列が途絶えない伝説の和菓子店、その極意とは。皆さんに信用貯金しときなさい、そういうふうに言われて。本社はプレハブ、それでも売上ナンバーワン。判断の基準、行動の基準、まさにこの理念だと。今注目されるちっちゃいけれど誇りにしたい会社、その流儀に迫ります。 BSTBS。 私たちは自然の恵みに感謝して生きています。春のきらめき、夏の香り、秋の彩り、冬の輝き、富士山が生んだ天然水素水バナエイチは、環境のこときちんと考えて作られています。だから私はバナエイチ。朝焼けが刻一刻と変化する中、サガサファイアは北海を越えてスウェーデンの海域に入っていきます。小さな島が見えてきました。出港から40時間、最初の寄港地が近づいてきました。ゆっくりとヨーテボリ港へ入っていきます。停泊時間は6時間余り。歴史探訪の旧市街をめぐるバスツアーに同行しました。ヨーテボリはストックホルムに次ぐスウェーデン第二の都市。中心部の広場にはこの町を作ったグスタフ二世アドルフ王の銅像が立っています。これは町をここに築けと言っている場面。17世紀初頭、オランダ人の建築家を招いて作られたこの都市には、旧市街を守るために運河と堀が作られました。石造りの建物はこの町に繁栄をもたらした東インド会社の大商人の邸宅。街の中心に立つひときわ目立つ建物は市立博物館。かつては東インド会社のものでした。旧市街を望む小高い丘に教会が立っています。このマストフッグ教会はヨーテボリが繁栄を極めた時代、港に入ってきた船が最初に目にした高い建物と言われています。旧市街の通りには街が開かれた17世紀の頃の趣が残っています。カフェやアンティークショップが入る建物は当時のもの。ゲストものんびり散策のようです。It's great. It's nice to be off the ship and to be visiting a town like Gothenburg. It's been very nice, enjoyable. It's a very small city, but it's very compact and it's been very enjoyable. But to be honest, we've never been up this way at all before, so we're looking forward to all the places that we booked trips everywhere, but I suppose St. Petersburg and Tallinn most probably. Is this the way to St. Petersburg?
years ago when it was still built. And it's the thing I'm looking forward to. ゲストの中にはツアーを早めに切り上げて船に戻る人も。何をするかといえばダンスのレッスンです。夜のダンスタイムに備えてステップを習っているんです。この船にはダンスホストと呼ばれ、ダンスの相手をする男性が2人乗船しています。トムさんはその一人。元はロンドンの金融業界で働いていました。トムさんにこの仕事を始めたきっかけを聞きました。But I also enjoy exercise and dance in particular, and I love dancing, all types of dancing, whether it's line dancing, ballroom dancing, Latin American dancing, disco dancing, I enjoy it all. And what a lovely thing to do, to cruise the world, beautiful ships, luxurious food, lovely surroundings, meet lots and lots of different people, and hopefully help them to enjoy dance.トムさんの軽やかなリードの様子は明日の晩まで撮っておきましょう。午後5時30分サガサファイアが次の寄港地に向かって港を後にします。デッキで盛んにビデオを回しているのはビショップ・ローさん。湖水地方の市長も務めた方で、サガクルーズは2度目。旅の様子をまとめて家族や友人に披露する予定なんだそうです。ところで自慢のひげの手入れはどうしてるんですか？I wish I knew. It gets, it's like Poirot. I have to keep trimming it with the scissors. And he twiddles. ゆっくり流れる大人の時間に合わせるように風景も緩やかに通り過ぎます。ゲストの7割以上がリピーターというサガサファイア。上質なエンターテインメントもその理由の一つになっています。毎晩2つの会場で同時に行われるコンサート、こちらはクラシック。そしてもう一つはポップス。スザンヌさんはヘンリー・マンシーニオーケストラでも演奏したアーティストです。クルーズでは定番になった映画タイタニックのテーマ音楽。イギリスの豪華客船タイタニックの悲劇は1912年、100年の時を経てエレガントなクルーズが再び蘇ってきます。ゲームとスポーツが融合。さらに、はい、カタンコで
脳を刺激する新感覚プログラムも。スポーツクラブの最新メニューを体験取材。そして高まる介護予防のニーズに応える新たな取り組みとは。健康サービスの最前線に迫ります。 BSTDS。 うわ、すんごい蒸れてる。なぜ蒸れるかわかるか。冬でも汗をかくからだ。それにこたつは密閉空間でしょ。密閉空間は菌が繁殖しやすいの。ファブリーズダブル除菌は洗ったように徹底除菌。さっぱりした。冬こそファブリーズで洗おう。ダウニーの香りも。カレーのある食卓、それは至福の時。絶品カレーなる週末、毎週金曜夜9時54分から放送中。 BSTDS。地球絶景機構特別編。北極から南極へ、壮大な地球体感スペシャルです。お楽しみに。 BSTDS。 It's for you Now it's my turn。 輝き続けるあなたへ。 Stay goldスペシャルアルファードタイプゴールド登場。クルーズ4日目。サガサファイアはデンマークへ。朝8時カロンボーに到着です。カロンボーは首都コペンハーゲンのあるシェラン島の西の端にあります。この日は旧市街をめぐるツアーに同行しました。ゲストがやってきたのは15世紀に作られた美しい通り。カラフルなレンガ造りの家が並んでいます。通りを彩るのはタチアオイの花。この通りは北欧有数の景観と言われています。僧侶の通りと名付けられた通りの奥には15世紀の後半に建てられた教会がすっくと立っています。レンガ造りの聖母教会、5つの塔が青い空に映えて美しい姿を見せています。教会の責任者にお話を伺いました。Well, I've lived here for very long, and you know what it's like. I mean, it's when it's part of your everyday life. It's not being proud. Yes, of course I am, but especially when you ask me, I mean, in my everyday life, it is part of my reality. It is very rare, and it is very beautiful. There's not a church like this until the border between Belgium and France.午後に始まるチャリティーコンサートまでゲストの皆さん思い思いに街の中を散策です。おとぎの国のような街並みに惹かれ、通りには多くの観光客が訪れています。この方たちはシングルランチで親しくなったゲスト。
このチャリティーコンサートは佐賀クルーズのために地元の有志が企画しました。歴史あるクルーズならではですね。寄付されたお金はアフリカの子どもたちへ送るそうです。教会の中に入らずベンチに座っているのはスコットランド人のデニー夫妻。なんと開演時間に遅れてしまったようです。でもそれはそれで素敵な時間を過ごされているご様子。1時間のコンサートが終わり、ゲストの皆さんが出てきました。サガサファイアではイギリスの客船ならではの本格的なアフタヌーンティーが毎日味わえます。午後4時、テーブルにサンドイッチや色とりどりのケーキが並びます。美味しそうですね。クリームとジャムをたっぷり添えたスコーン。日はまだ高く、デッキではゲストの皆さんおしゃべりが弾んでいます。午後5時30分カロンボーを出航。次の寄港地はドイツのヴァルネミュンデ。いよいよバルト海に入っていきます。この日は新規ゲストのためのカクテルパーティー。フォーマルではありませんが、皆さんおしゃれを楽しんでいます。夜9時、ダンスが始まりました。トムさんのパートナーは30年以上もダンスから遠ざかっていたというゲスト。軽やかに踊れてしまうリードのうまさはさすがですね。I love travel, I love people, but for me to go onto the dance floor to encourage a lady who hasn't danced for say 20 years.Maybe their husbands never dance, wouldn't let them dance. Whatever it is, and you can encourage them to get onto the dance floor, and actually they really enjoy it. And that's such a nice feeling to see, because they turn around to the end and say, do you know what, Tom? That was lovely, I really enjoyed that. And you think, well, you've done something to help them dance again and help them build confidence. That's really nice, and you get a lot of satisfaction out of that.時間が経つにつれてフロアは大人のムードに包まれていきます。忘れていた遠い記憶をよみがえらせるサガサファイアのエレガントなサービス。ゲストの心を解き放ち、楽しい旅の思い出を演出します。ここまではトヨタ、パナソニックと
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ちょっといいものをちょっとだけ味わう、それはちょっとした贅沢。おいしい。ちょっとこだわる大人のお酒、こだわり果樹園のお酒、サントリーから。そのこだわり果樹園のお酒は、一つの枝に一つの実だけをならせるのが俺のこだわりさ。うまいぞ、飲んでみなし。というわけでできました、こだわり果樹園のお酒、サントリーから。日清。じゃあ元気にいってらっしゃい。行ってきます。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。いつもありがとう。何かご不明な点はございませんか？結構必要なものですね。だから保証が大切なんですよ。たまったマイルでこちらの商品に交換できますよ。ただいま戻りました。どうだった？直接お会いするって大切ですね。未来創造力、日本生命。私たちと一緒に始めませんか？夜の闇が少しずつ溶け始めました。バルト海の穏やかな水面をサガサファイアが静かに進んでいきます。朝8時、ドイツのヴァルネミュンデ港に到着しました。ここでゲストは遊覧船に乗り換えてロストックという町へ向かいます。ヴァルネミュンデやこれから向かうロストックはかつては旧東ドイツでした。1時間でロストックに到着。ゲストは旧市街散策に出かけます。ロストックの中心街はかつてレンガの壁で囲まれていました。これはその名残の門。16世紀にルネサンス様式で建てられたものです。かつてはハンザ同盟の都市として大いに栄えたロストック。そのにぎわいを伝えるものが通りのそこかしこに残されています。町の中心の広場にゲストがやってきました。明るいレンガ造りの建物は市庁舎。実はこの建物、違う年代のものが重なっているんです。最初に作られたのは1270年から90年、商店として使われていました。それから200年後増築され、以来市庁舎として使われています。広場を取り巻く建物が午後の日差しを浴び、パステルで描かれた絵のように美しい姿を見せています。海水浴でにぎわうヴァルネミュンデの海岸。ここと隣り合わせにある突堤はバルト海の名所の一つ。港へひっきりなしに出入りする船が眺められるからです。午後7時30分、サガサファイアも突堤へ出ていきます。デッキにスコットランド人のデニーさん夫妻の姿がありました。デニーさん、出航するときは必ずデッキに姿を見せます。それには理由がありました。
My family have been involved in ships and shipbuilding for 200 years. I have an interest in ships. I like to watch the ship's crew working, and especially with a ship's crew who are experts. It is the first cruise for my wife and I, and normally I like to drive myself or to sail myself, but we really have enjoyed ourselves very much on this. Everyone on the ship is so friendly. It is like being with friends. Life is one long holiday now, because I retired some years ago, and I want to. I have so many things I want to do, but it is one long holiday doing different things. Life is long holiday. 人生は長い休暇。持っている時間を大切な人と自由に使う喜び。古き良きブリティッシュスタイルの船旅には人を優しく包み込む不思議な力があります。次回は仙台のおしゃれなグルメと宝石のように美しいバルト海の街タリン。ロシアのサンクトペテルブルクでは格調高いバレエを堪能します。BSTBS 日本史探究スペシャル、ライバルたちの攻防。武田信玄対上杉謙信、川中島の合戦、永遠のライバルの一騎打ちは本当に行われたのか。 BSTBS ヤクルト。年齢肌が一番欲しいものを見つけてくれたんです。はい、それがこのラメラ粒子なんです。先生お願いします。ラメラ粒子とはお肌が老化する仕組みに着目したヤクルトが10年かけて開発したオリジナル保湿成分です。そのラメラ粒子を生かしたエイジングケア化粧品パラビオ。お肌の老化原因の一つは角質層の細胞間脂質の減少です。ラメラ粒子は細胞間脂質とよく似た構造なのでスムーズに浸透し、お肌を元気に導きます。ラメラ粒子は年齢肌が一番欲しいものなんですね。そうなんです。ヤクルトのパラビオがあなたのお肌にお届けします。お問い合わせはヤクルトビューティー、または0120ヤクルトハイ。ヤクルトは乳酸菌研究80年、乳酸菌発酵技術から生まれたスキンケアであなた